これができればオーリー3までは持っていけると思います。はい、毎度コケスンです。今回のコケスは何すると思う？ラジオ体操。それはやばいやろ。ラジオ体操する？俺のチャンネルで。なわけ。今回の、コケスンは、オーリー3。誰でも簡単に3を回せるオーリー3。ん？誰でも簡単に回せるオーリー3を紹介する。それを言いたかったをやっていきたいと思います。あのオーリーね3を回すために今回1もねちょろっと説明したいと思います、うん、オーリー大事なこと早速やっていくよ。はい、どうぞ。はい、まずはオーリー、皆さんその場で打たないようにしてください。必ずオーリーテール側、今弾きたい位置、例えばさ俺が弾きたいこの板やったらここやとするやん、うん、ここを使って弾きたいとするとして、今俺のこの重心からすごい遠い位置にある、わかるかな、うん、こいつを弾きたい、わかった、自分伸ばしたい持ってこいってことだろう。そういうこと、うん、こういう骨盤のこういう動き、まずこれを皆さんしてください。こういうこれすると前足板のノーズ側絶対に上がります。まずもうこれで上がった人はその上がった分だけは必ず飛べるので安心してください。でこれでじゃあ前足の膝、ノーズ側の膝を引き上げるイメージとずらす。まずここまで行こうよ。まずは一緒にするよ。これね。これね。スイッチの方も一回やってみようか。いきます。ずらしてあげる。で、今のをしてもらって、足下に弾きたいところが来たら、そこで後ろ足で降り弾いてあげる。で、次前へ行っていくんですけど、肩もちょっと開いておくの。じゃあ行きたいと思います。こっからずらして飛んであげる。スイッチ。ここまでまずできたら次ね、山側見ちゃってください。今の180山側。スイッチ。まずこの目線を送ることによって肩が開かれます。で、この状態で板がずれて着地、ここまでしっかりとやってみてください。これができればオーリー3までは持っていけると思います。で、今のにはまあ3にね、ちょっと内力っていう足の下半身でグッてちょっと回すのを足してあげたりしちゃうとどうなるか。こっからしゃがんで弾いてこっちに回す。もう一回こっち。で、膝の引き付けっていうのも空中でしてもらえると高く見えるかなとも思います。はい、で今のがねオーリー1とオーリー3の、
ちょっとしたね、ちょっとコツ紹介させていただきました。ぜひね、皆さんこれ試してみてください。はい、今回のコキスはオーリー3のハウツーさせていただきました。ありがとうございました。